それでは、お相手は向こうでした。まったねー。はい、オッケーです。今日の収録はここまでです。ふう、結構遅い時間になっちゃったな。お疲れ様です。明日はお休みですので、ゆっくり休んでください。はい、今日はありがとうございました。それじゃあ、またよろしくお願いします。はぁ、疲れた。早くお風呂に入って寝ようっと。誰も、いないか。最近、なんだか視線を感じることがある。もしかして。事故渋滞に巻き込まれて遅くなったけど、昨日テレビでやってた菓子屋さん、確かこの辺りなのよね。お、あったあったって、あれ？そんな、売り切れだなんて。うん、そうよね。テレビで紹介されたんだもんね。そりゃ混むわよね。渋滞がなければ、間に合ったかもしれないと思うと悔しいわ。まあ、たまには、こんな不運なこともあるわよね。しょうがないわ、代わりの美味しいものでも探して帰るかな。あ、霊夢、へ。ももこたん、どうしてここに。はは、今日は仕事がお休みでね、お出かけしてたんだ。そうなんだ、いい天気だもんね。そうだ、この前のドラマ面白かったわ。ありがとう、立ち話もなんだし、どこかでお茶でもしようか。はい、もちろんです。やったー、突然でびっくりしたけど、こんな幸運なことあるのね。いやー、おしゃれで美味しいお店ですね。そうかい、お口に合ったみたいでよかったよ。もこたんは、このお店によく来るんですか？そうだね、結構来るかな。前に番組のロケで来てからハマってね。うふふ。ここに来れば、運が良ければもこたんに会えるのか。最近、テレビ出演も増えて順調そうですね。あ、うん。仕事は順調。なんだけどね。あれ？どうかしたんです？ねえ、霊夢。ちょっといいかな？はぁ、あ、私でよければ。ストーカーですか？ああ、警察にも相談したんだけど、証拠もないし、どうにも困っててね。そうですか。確かに人気が出るとそういう人も出てきちゃうのかも。私も、もこたんのプライベートが気になって週刊誌とか見るし。は、ストーカーは私じゃないですよ。いやいや、霊夢のことは疑ってないさ。よかった。お話はわかりました。ファンクラブ会員として、私も何かできないか考えてみます。はは、ありがとうね。でも無理はしなくていいよ。なんだか霊夢に話して少しスッキリしたし。ただの気のせいかもしれないからね。へへ。少し元気になってくれたみたい。よし、それじゃあ、ここの会計は任せてくれ。そんな、悪いですよ。大丈夫、相談に乗ってもらったお礼と思ってよ。ありがとうございます。今日はいろいろとありがとうね。はい、それじゃあ、また。キリリ。なんなんだあいつ。もこたんと親しげにしやがって。こうなったら。
いしょ、よいしょ。いやー、今日はいい天気ねー。気持ちがいいわ。おはよう、母さん。おはよう霊夢、こんな時間に起床なんて、重役出勤ですなー。って、大丈夫？顔色悪いわよ。ごめんね。なんだか最近、体が重くて。そう？無理しないでね、休んでてちょうだい。うん、顔洗ってくる。あの子。はぁ、はぁ、熱があるわけでもないし、食欲もある。でもなんか体が重いわ。参ったなぁ。あれ、なんだろこの音。母さん、何してるの？ふ、ちょっとね、今日は我が家に神様がお泊まりする日だからね、おもてなしをするのよ。え、何それ、なんかすごい大事な行事なんじゃないの？いいのいいの、私の知り合いだから。よくわからないけど、何か手伝えることある？そう、それじゃあ、そうだ、霊夢はそこにある、おもてなしのお菓子を運んで、向こうの離れまで持って行ってね。おもてなしの、お菓子？このお菓子は、この前買えなかった、人気のやつやんけ。それじゃあ、私運んでくるわね。はい、お願いね。ここらでいいかな。こんなにあるし、ひとつくらい、バレへんやろ。いただきます。おいしい。たまらへんな。霊夢、あんたなんてことを。母さん。あなた、宮内様へのお供えを。こら、ダメでしょ。ごめんなさい。宮内様って誰だろう。泊まりに来る神様の名前かしら。今日は離れに泊まって、ちゃんと宮内様に謝ってきなさい。それはどういう。わかった。はい。こんばん。ここに現れるわずだから。しっかりとね。わかりました。それじゃあ、行きなさい。なんだか困ったことになってしまった。あんな美味しそうなお菓子があったら、言われてなきゃつい食べちゃうよ。はぁ？宮内様。怖い神様じゃなければいいけど。なんだろう、この音。外に何かいるみたい。母さん。いや、こんな時間だし、動物かも。え、なに、あれ？猿？いや、違う。こっちに。まさか気づかれた。あわわわわ。ひー。今のは、なんだったの？もしかして、母さんの言ってた宮内様。だけど、あの猿みたいなのとて、どっちがかしら？あれ？急に。
宮内様。おかしさでごめんなさい。かけ直されてる。お酒？臭いな。そんなことがあったんだ。翌日母さんに確認したんだけど、宮内様はあの腕の方だったみたい。霊夢の母さんは、どうしてその宮内様を？それがね。どうやら、最近私の体調が悪かったのは、何かに取り憑かれてるのが原因で、その取り憑いているものは、誰かが悪意を持って、私に向けてきたんじゃないかと気づいたんだって、それに気づいた母さんが、その対処のために、宮内様にお願いしたそうなの。そうか。実は、今日は霊夢に報告と、謝らないといけないことがあるんだ。うん？どうかしたの？前に相談したストーカーが、悪いことしたって、事務所に謝罪に来たんだ。そうなんだ、解決したんだね。よかったよかった。うん？ありがとう。だけどね、その謝りに来た理由がね、ヒゲ面のいかつい男に、夜ごと説教されるのが、耐えられなくなったって。ヒゲ面？その男は、私にストーカーしたこと、そして霊夢に呪いをかけたことを怒ってたみたい。私、呪い、もしかして。実は、霊夢が何かに取り憑かれたのは、私と一緒にいるのを見たストーカーが、逆恨みで霊夢を恨んでやったことらしいんだ。本当にごめんね。モコタンが謝ることないよ。悪いのはそいつだしね。そのヒゲ面の男っていうのは、つまり、宮内様、かもしれないね。